皆さんこんばんは。4月30日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様改めましてこんばんは。沖縄支局キャスターのボギーテドコンでございます。本日ちょっと、いつもと違う眼鏡をかけておりますが、これはいわゆる変装用の眼鏡でございまして、これをかけたら、ボギーとバレずに、彼らの中に入っていけるかなと思って買っちゃったんですけど、どうでしょうか。変装になってますかね。南の島沖縄、今日の車内の温度、車の中の温度が、温度計見たところ29度になってたんですよね。もう暑くて暑くてたまらない、とうとうエアコンを全開にしないと過ごせない季節が沖縄にやってまいりました。暑いといえば、辺野古のキャンプシュワブ周辺も非常に暑い、1週間が過ぎておりまして、その件につきましても今日は改めてご報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、昨日は夕方6時くらいから友人とリリーと4人で、なんと2年半ぶりぐらいに居酒屋に行きました。子供も連れて行けるところだったんですけど、もう久しぶりすぎて本当に本当に嬉しくて、もうずっと飲む前からニヤ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 していました。美咲です、よろしくお願いします。いや、今日は2人でちょっと眼鏡してるんですけど、美咲ちゃんちょっと眼鏡すると、エヴァンゲリオン出てくるあの赤い眼鏡の女の子になんとなく似てるような気が前も言われた気がします。言われた。お父さんに。いや、そうそう、そんな感じなんですよね。かなりやっぱりメガネっ子好きな人にとりましては、需要が高まるのではないかと思っております。さて今日はスタジオで収録が始まる前にね、車の話ですごい盛り上がっていまして、盛り上がりすぎてます。なぜ美咲ちゃん自分が乗ってる車の名前知らない。もうこれをね調べないと。いや、忘れしてたんですよ。だからこれ思い出せないと収録に入れないって言って、もうねスタッフも交えてみんなであれでもないこれでもないって言って車探しまくりました。そう、ホンダかダイハツかもわからなかったから、もう入り口が広すぎて、でもうねだいたい予想つけてこれって言ってもやっぱり違うって言うんです。だってね、スズキ、ダイハツ、ホンダ、いろんなメーカーがあって、その年式によって車違うじゃないですか。これは大変だっていうところで、一つ美咲ちゃんが写真を撮ってるのがありましたね。本当にミラーだけ写ってる感じの写真があって、ミラーだけ見たところ、ちらっとダイハツのマークが見えたもんですから、これはダイハツの車かなっていう感じで、でいろいろ車種を見せても、違うと。でやっと他の写真を見つけて、あ、これだっつってやっと見つけて、そこにたどり着くまでに15分ぐらいかかりましたね。もっとかかってると思いますよ。でも一度気になるとやっぱり前に進まないんですよね。進まないですね。美咲ちゃんが乗ってる車、ダイハツのある車なんですけどね、そんな中広くない車でね、ちょっと狭くてね、実は車といえば皆さんもよくご存知の HK 仮面、HK 仮面ですよ皆さん。この HK 仮面が実は昨日車買ったんですよ。すごいですよ。 HK 仮面さん、男一匹36年、初めて自分のお金で車を買った。車なんだと思います？なんとタントカスタム買ったんですよ。羨ましい。タントカスタム、値段がすごいですよ皆さん、びっくりしないでくださいよ。なんと値段が4万円すごいですね。本当に4万円のタントカスタムですよ。ちゃんとタイヤもついてます。エアコンもついてます。ガラスも割れておりません。ちゃんとしたものでございます。だから昨日彼は車を取ってもうにんまりしてたんですけど写真ありましたね。なんかね、女の子見てもあんまりにんまりしないのに、左翼とですよ、車見た時だけにんまりするんですよ。これって美咲ちゃんどうです、こういう男って。怖
こういう男どうです、なんて返したらいいんですかね。まあ女性の目から見て、うん、左翼と車にだけ興味があるっていう男は、もしかしたら好きなあのタイプっていうか、好きなものが、好きな恋愛対象が女性じゃないのかもしれない。左翼か。そうですね、まあ、シールズとか沖縄のね左系の活動家の女性とか、まあ、ぜひ知り上げたら、あの HK 仮面さんに皆さんご紹介をしていただきたいと思います。ということで、本日最初のコーナー、今週の自衛隊、美咲ちゃんお願いします。はい、ヘルプこちらです。で、はい、こちらが、陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらは、4月30日本日のものとなっております。緊急患者空輸が9293件、不発弾、緊急患者空輸が、先週に比べましてプラス2件となっております。はい、不発弾処理の方が36849件、36849件、こちらが先週に比べましてプラス7件となっております。はい、美咲ちゃんありがとうございます。まあ、先週に比べましてね、2件プラス7件というふうに数字の方は増えております。まあ、こういったことはなかなか沖縄のメディアは報道しないんですが、やはりこれは自衛官の方々のたゆまないやはり努力と、そして命がけの覚悟があっての、ね、ものだというふうに私たち思っているわけです。一般の人が不発弾を触るとやっぱり大変なことになります。まあ、自衛官の方でも扱いを間違えば爆発する危険もある。中には1トンって言ってですね、軽自動車1台分ぐらいの大きさの爆弾もやっぱあるわけなんですよね。こういったのが誤爆した場合には本当に体の形も残らないような、そういう危険の中、まさに命がけで、こういった不発弾処理に当たっていただいている。そして悪天候や夜間、まあ、一般のドクターヘリが飛べない、そういった悪条件の中で飛び立ち、離島や船の上から緊急患者空輸として患者の皆さんを病院の方に運んでいただいている、まあ、そういった兵士の活躍っていうのはなかなか沖縄ではね、一般市民の目に届きにくいことではありますが、届かないといって既存のメディアを批判するのではなく、我々が伝えていけばいい、そういったスタンスでこれからも自衛隊の皆様のご活躍をどん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 広報していきたいと思っております。自衛隊の皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。さて美咲ちゃん、はい、今日はですね、先週すごいもうニュースがいっぱい飛び交ったんですけど、はい、私メディアが大喜びしているそばでちょっと冷めた目で見てたニュースがあります。これでございます。トン、南北完全な非核化、両首脳が板門店宣言、年内に終戦宣言目指すということでございまして、年内に終戦宣言って言ったって北朝鮮と韓国が戦争してるっていうわけでもないんですけどね、まあ連合国とやってると私思ったんですけど、実は先日美咲ちゃん、この韓国の大統領と北朝鮮の将軍様がこんなに顔をくっつけて、どうでしょうか美咲ちゃん。何喜んでるんですか。喜んでないですよ。BL じゃないですよ。そういう系ってない。そういう系って何ですかね。はい、ちょっと非常に怪しい。まあ、ここまで普通は近づかないんじゃないかと私思うんですけど、まあ、こういったニュースが飛び込んできまして、なんとね、この2人にノーベル平和賞っていうような話まで出てきている。多いと思うんですけど、まあでも日本のメディア、このようにもう歴史的訪韓ということで、はい、サプライズ、いや南北会談ということで、何をやってるのかすごいね、どこの国の新聞なのか、どこの国のテレビなのか分かんないぐらい、この2人のことをねすごいやっぱり持ち上げてる
わけなんですよね。しかしこれ、はい、今月2018年4月こうして手を握り合っております。はい、実は美咲ちゃん、これね、今に始まったことじゃないんです。なんかマスコミは本当に歴史的な握手だとか、これから朝鮮半島は変わると言っているんですけど、実は2007年にもこういうふうに南北の、トップが、はい、握手をしております。2007年、それどころじゃないです。2000年、すごい、2000年6月にもやってるんですよ。結局ね、この2つの国が、こうしてトップ同士があってこう手を握り合ってですよ、そこで何らかの約束をしても、朝鮮半島っていうのはどん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 やっぱり悪い方向に行っている、そのたんびにいろんなことが話し合われ、緊張緩和、それから、いろんな問題とかが話し合われてるんですが、結局は私が思うには、北朝鮮の困った時の、韓国頼み、つまり国際社会で孤立して行き場がなくなった時に必ず、韓国、いわゆる南朝鮮に声をかける、するとやっぱり同胞ですから乗ってくる、そこでどん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 取り込んでですね、融和ムードを醸し出して、いかにも自分たちは平和を求めている国ですよって言いながら、相手の譲歩、いろんな条件をつけて、支援をもらったり、条件を緩和してもらったりして食いつないできたわけなんですよね。結果的に、このようなやり方に騙されてきたのがやっぱり韓国だけではなく、日本もアメリカもずっとこうして北朝鮮に手玉に捉えてきたと私は考えております。結果的にどうなったかというと、この北朝鮮はね、このように握手をしている裏で核開発をし、そしてアメリカ本国まで届く ICBM まで作っちゃった、はい、ですから私は今回の握手は全くと言っていいほど評価はしておりません。なぜならば、どちらの国もまず約束を守らない国、はい、平気で約束をたがえる国なんですよね。約束を平気でほっぽり出すような国同士が手を握ったところで、その約束に信憑性というのは私はないと思います。そういった中で、近づいてきたのが、米朝首脳会談。今度は韓国の、手玉に取りやすいトップではなく、相手がトランプ大統領ということでありまして、今までのアメリカの大統領とは全く違うタイプ、全く譲歩しない大統領なんですよね。ですからこのトランプさんになってから、全く譲歩しないというのが分かって、今回北朝鮮はこのような動きに出てきた、韓国に対していろんな使節団を送った、喜び組みたいな女の子たちをたくさん送ってね、媚びを売ったり、オリンピックに参加したりして融和モードを醸し出した、当然北のそういった動きを、韓国のいわゆる親睦の、メディアなどは思いっきり持ち上げて、それをまた日本の、北朝鮮が大好きなメディアもいかにも、もういいことやってますよって。だってオリンピックの時、美咲ちゃん、この北朝鮮の美女軍団とか言って散々持ち上げてましたよね。もう本当に私気持ち悪いなと思ったんですけど、しかしアメリカとの、米朝首脳会談、これは約束をする場ではないです。フリップをご覧ください。トン、はい、アメリカ側、米朝首脳会談が決裂すれば軍事攻撃に踏み切るしかないというふうにアメリカは言ってると。つまり北朝鮮、今までは約束をしてそれを、平気で破ることをやって、国際社会が怒ると今度韓国を抱き込んで、いい顔をして日本とかアメリカにお金や、物資をたかってきたんですけど、今回トランプ大統領はたかることができない、それどころか平気でバットでぶん殴るような人ですので、はい、北朝鮮もビビって、今一生懸命韓国にすり寄っているんですが、簡単に言えばこういった円に見ればわかるんですけど、はい、このようにアメリカは約束はしない、
北朝鮮が核を、ね、完全に放棄する、 ICBM 長距離弾道弾ミサイルを放棄する、それを、ね、約束ではなく実行しろと、多分北朝鮮は段階的にそれを廃棄していくっていうふうに言い逃れすると思いますが、アメリカはそれをやっぱり許さない、今すぐやれ、やらなければ攻撃をするというふうに強く迫ると私は思っております。さあ北朝鮮の将軍様どうなるんでしょうか。まあ、沖縄で北朝鮮の、ね、将軍様の誕生会を毎年お祝いしている、はい、元教職員組合の、トップの皆さん、はい、公安労働の皆さんそして、那覇市議会県議の革新系の先生方どうするんですかね。はい、私ぜひコメントをいただきたいなと思っております。さて、まあ、沖縄では、4月28日、はい、まあ、相変わらず沖縄のパヨクがですね、はい、大騒ぎをしております。まあ、今まで私は沖縄左翼って言ってたんですけど、最近はもうなんかどん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 劣化しててですね、最近は沖縄パヨクって言ったりするんですよ。パヨクパヨパヨチンのパヨクなんですけど、4月28日っていうのはもう毎年沖縄ではこんなことやってますと、はい、もうこれ意味が分かんないですよね。もうこれ4月28、29になると新聞はこのように大騒ぎ、沖縄切り捨て再び1万人が式典抗議、屈辱の日大会ということで、こういったことを毎年やってるんですよね。これは確か去年のかな、はい、そしてこれもそうですね、号外まで出します。屈辱、何が屈辱なんだっていうふうに私思うんですけど、この人たち屈辱とか差別っていう言葉大好きなんですよね。普通こういうふうに自分たちのことを蔑んでいい気持ちしないと思うんですけどね、なぜこういったことをやってるのかなと思ったりします。はい、そしてこれもそうでございますね、はい、4月29日土曜日、はい、辺野古キャンプシュワブゲート前で 4.28 屈辱の日を忘れない県民集会ということで、まあ、この屈辱の日っていうのが実は、これ1952年の4月28日、まあ、日本がサンフランシスコ講和条約に調印をして、まあ、戦後、この日本が再度、ね、独立は勝ち得た日なんですが、まあ、それを沖縄には、まあ、適用されなかった、それを、まあ、いわゆる左巻きの方々は屈辱、屈辱と言っているんですが、でも当時の人たちはそうは全然思っていないんですよね。なぜかと言いますと、当時の東主席こう言ってますと、はい、本日講和条約の発効により祖国日本が独立の第一歩を踏み出すことに至ったことは誠に喜びに堪えないと、はい、って言ってるんですよ。喜びに堪えないというふうに言っているんですよね。東関っていうのは当時の琉球政府のトップでありまして、当時の日本国首相である吉田茂に対し祝電を送っているわけなんですよね。で、復帰請願案を立法院が可決っていうことで、隣にも書いてあります、沖縄もいつかは母なる日本に帰る日が来るんだっていうふうにやっぱり思い、そして多くの人たちが、この日本のね、独立を喜んだということでありまして、はい、これ当時の沖縄タイムス、はい、沖縄タイムスさん、当時の沖縄タイムスすごいまともだったんですよ。あ、そうなんですか。はい、新生日本の門出、はい、どこにも屈辱っていう字一つもありません、どこにもない、はい、はい、共産兵力という字はちらっと載ってますけど、ね、どこにも屈辱なんてないんですよ、美咲ちゃん、実はね、当時の沖縄の人たち新聞も、この日本がサンフランシスコ講和条約に調印をし、いわゆる独立をね、勝ち得たその日をみんなでね、心から喜んでいた、まさに奉祝といって、沖縄のタクシー協会なんかもわざわざね、お祝いの広告を出したぐらいなんです。どこにも屈辱っていう字ないんですけど、当時の沖縄の人たちが屈辱と思っていないことを、なぜ今の人たちが屈辱と
思ってるのか、これが私全く意味がわからないんですよね。まあ、その場にいる人たちが屈辱だって言ってるんだったらそれはわかるけど、その時の人たちはみんな喜んでる、いつか沖縄もって言ってるのに、なぜその時その場にいない人たちが今屈辱と言ってるのか、これは私全く意味が分かんないわけです。そういった中で沖縄選出社民党のテリア監督先生、テルカン先生、こんなこと言ってますと、はい、これ実は 4.28 屈辱の日、辺野古で県民集会、はい、今回全然人が集まってない、主催者発表で1000人って言ってるけど、まあ、沖縄の、ね、主催者発表1000人っていうのは大体サバ読んでますからね、はい、多分これの半分ぐらいだと私踏んでるんですけど、こう言ってる、日本は主権回復の日として祝ったが沖縄は日本から切り離されたままだと言っております。実はこのテリア監督先生、衆議院議員なんですよ。日本国から衆議院議員としてのいわゆる報酬、給料を年間3000万ぐらいもらってます、はい、3000万。そして憲法9条はね、何が何でも守ると、つまり武力を持ってるから攻撃されるんだって本人言ってるんですけど、なんとご自宅すんごい豪邸ですよ。皆さんびっくりするぐらいの豪邸です。しっかり警備会社のセキュリティが入ってるんですよね。すごいでしょ。だってね、こっちから襲うとかね、暴力を振るう気がなかったら丸裸でもいいのに、本人はご自宅に警備会社のセキュリティ入れてる。それで憲法9条を守ろうって言ってるんだから、これって皆さんおかしくないですか。はい、そしてこの人の演説を聞きに集まったのがこういった人たちでございます。トン、はい、主催者発表1000人余り、1000人も集まったそうです。すごいですね。1000人だそうですよ、美咲ちゃん。なんかちょっと本当に1000人いますかね。もうこんなのばっかりですよ、もうね、オキパヨっていうのはね、もう本当に嫌になる。こんな人たちばっかりが集まっておりまして、テントの中ではこんな人たちですよ。はい、なんかみんなどよーとしてますけど、本当に大丈夫なんですかね。またここで美咲ちゃん、またね、2年前の悲惨な事件が蒸し返されております。何かと言いますと、これうるま市女性殺害事件、事件から2年、現場の花絶えずということで、実はこれ2年前にうるま市の20歳の女の子が、元米海兵隊員の男に殺害され、山中に遺棄された事件があります。本当にもう涙なくしてはね、語れないような事件ではあるんですが、はい、この事件ですね。その当時のこれ沖縄の琉球新報の号外、まあ、ちょっと女性の顔をこちらの方でモザイクかけさせていただきました。その当時この顔もそのまま載ってますし、名前も全部載ってたんですよね。で、なんとこの沖縄の左翼の皆さん、この亡くなった女性の写真をプラカードに仕立ててですね、アメリカ人の車に押し付けてたんですよ。ノーレイプノーレイプって言ってから、考えられますか。考えられない、ね、本当に考えられない、はい、そして今回の集会でこうして黙祷、はい、その亡くなった女性に対して黙祷を、しております。別に私黙祷をするのが悪いとは言わない、これは全然私悪いとは言わないですよ、はい、このように、その亡骸が、まあ、遺棄された場所では、このように、はい、花を手向ける、ね、こちらは糸数恵子参議院議員、これは元、県議の方ですね、辺野古のおばあちゃんと一緒に機動隊員の局所をつかんだキャハハって笑ってた方でございます。で、この2人は、2014年の辺野古襲撃事件で、活動家と一緒になって、襲撃事件に加わってたと言われている、市議と、町議の方々、花を持ってきてますね、はい、そしてこうして鎮魂の祈りを捧げてる。ただね、私これ全国の皆さんに
はっきり言いたいことがあるんですよ。実はこの沖縄っていうのは命は平等ではありません。なぜかというと、この人たちこのようにね、みんなの前に出てきて悲痛な顔をして手を合わせるのは、これは加害者が米軍の関係者の時だけなんですよ。つまり加害者が米軍以外のもの、例えば日本人、沖縄県民、例えば在日の方、外国人観光客が同じような事件を起こしても、この方々は決してこういった行動は取りません。全く取らない。沖縄では過去、在日朝鮮人による、少女暴行遺棄事件がありました。本当に悲惨な事件だったんですが、そういった時にもこの人たちはね、このような動きには全く出ませんでした。なぜなら加害者が米軍関係者でないとダメなんですよ。米軍人、米軍属、はい、そういったものに関係していないとこの人たちは手も合わせない、涙も流さない、このような行動も取らない。つまり彼女たち、彼らにとって大切なのは、加害者がその米軍関係者である時だけなんですよね。ですからこのような形でですね、手を合わせて頭を垂れたとしても、私は素直に喜べない。なぜなら加害者の属性で命の重さが決まる。こんなことをね、ぬちど宝と言ってる人たちがやっている。皆さんはどうお考えでしょうか。はい、このフリップ皆さんご覧いただきたいと思います。これは実はうるま市長選挙の時に貼られた張り紙、これは天国のリナと書いてますけど、これ亡くなった女性の名前なんですよね。で、年を許さない、この年を許さないって書いてるっていうことは、この年をっていう人が、このリナさんという人を殺した犯人かなと思ったら違うんですよ。違うんです。これ実はこれうるま市長選挙で、保守系候補の島袋敏夫さんっていう候補者がいたんですけど、その人を許さないっていう張り紙を亡くなった人の名前使って貼っている。なんでですか。おかしいでしょこれ、ね、うん、亡くなった女性の名前使ってるんですよ。こうして相手候補を誹謗中傷するために、どんなしてね、この全く関係のない島袋敏夫さんを許さないっていう話になるのか。本当に私これ愚劣だと思いますし、他にもねこんなのがありますよ。ちょっとフリップご覧ください。トン、これは維新田のリージョンクラブのところ、電柱にこういうね張り紙がされていたんですよ。で、近づいてみるとこういうふうに書かれてる。ノーモアベース、ノーモアレイプ、ノーモアマダー、ノーモアティアーズ、はい、いわゆるベース基地、レイプ暴行、マダー殺人、涙、そしてこっちにリナ&ユミコインヘブンと、ね、ここでまた名前出してくる。もうこの人たち本当にね、反基地のためだったらこうして平気で被害者の名前使うわけです。多分私は今後反基地運動がどん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 ね続いていったとしても、5年10年20年経ってもそのたんびに私はこの被害者の女の子の名前がね永遠に使われると思います。これがどうでしょう、被害に遭った女性のご冥福を祈っている姿に見えますか。はい、私がこの女性のね親であったらこんな悲しいことはない。しかしそういったねことをしている人たちがこの親御さんに寄り添い、いかにもね味方をしているのはふりをしているっていうのが、この沖縄のこういった問題の根の深さを表しているのではないでしょうかね。思っているふりをして寄り添っている人間が亡くなった人の名前を反基地運動のために延々と使い続ける、どこかで止めないといけないと思います。では皆さん、こちらから行ってみたいと思います。よろしいですか。いきます。今週の沖縄さよ、よし来ましたよ美咲ちゃん。もうこのコーナー来ました。はい、今日からこの沖縄さよの中でも本当にね、もうこれは下劣だと思う時に貼り付けるマークを作りました。これでございます。
よ。すごい、みさきちゃんシンプルでしょ。おきっぱよでございますよ。このマークが貼られた記事は本当にもうありえんと、情けないという記事だと思っていいと思います。おきっぱよ。誰かがまたバッジ作ったりシールを作って、あのノーベースとか入った車に貼りそうですね。大体の記事これ貼れるんじゃないですか。大体ほとんどの記事がこれになると思います。おきっぱよ。さて今日のおきっぱよ、これでございます。辺野古移設の奇跡の1週間は迷惑な1週間だということで、はい、これはの豊田さんが書いた記事でございます。辺野古沿岸工事着工1年、抗議集会が激化するということで、実は先週月曜日から土曜日まで毎日500人集まって工事を止めようということでこれが行われておりました。まあ、そういった中でね、本当に書いております。反対派は道路に座り込んだり、ダンプカーの下に潜り込んだりすると、で基地に出勤する米兵を見つけると道路に飛び出して妨害する人もいると。で初日なんとね、5時間以上にわたって国道329号線の南車線が塞がり大渋滞を引き起こしたと。もうこれね、5時間止められた人たち、トイレも行けない、仕事もできない、通学もできない、ね、病院にも行けない、もう前にも後ろにも動けないんですよ。これがね、もう約2キロにわたって大渋滞、もう5時間美咲ちゃん一歩も動けなかったんですよ。さすがにこれもう苦情の嵐がね、県警本部にも寄せられて、もう2日目から県警はちょっとやり方を変えました。はい、しかし本当にひどい。でこっちに書いてる通り、この国道329号線は沖縄本島東部を縦断する生活道路、過激派反対運動の影響、ビシッと書いてます。過激派、はい、路線バスは辺野古周辺を迂回する処置を取っている。これ辺野古の人たちバス乗れないんですよ。集会もこれ迂回されてます。平穏な日常生活を妨害された近隣住民は怒りの声を上げているということで、東村在住の男性、渋滞に巻き込まれ出勤時間に間に合わなかった。そして辺野古在住の男性は、何が奇跡だよ って、こっちにとっては迷惑でしかないんだということでね、もう散々もうカンカンになって怒っておりました。美咲ちゃん、5時間車の中に閉じ込められたらどうします？無理です本当に。もう歩いていった方がいいんじゃないですか、ね、もう絶対そっちの方が早い。もうサリンド、クルサリンドって言いますか。イライラしそうです、ね、ところがね、本人たち5時間も車を止めていながら自分たちはね我慢できない、こんな感じトン、はいね、人のことは5時間止めてね笑ってるのに、自分たちは1時間囲い込むのはひどすぎる。自分たちは1時間機動隊にね、狭いところに押し込められるのひどすぎるってから文句言ってるんです。何ですかこの顔、サングラスにマスク、もうこんなのばっかりですよ。おきっぱよっていうのはね、本当に汚い。そして最近これと同じ作戦に出ました。これ前に大山ゲートでトイレを没収されたおきっぱよが、ね、リターンアワープータポティー、俺たちのトイレを返せ、トイレを返すまでここに座るぞってトイレットロールをぶら下げてた。これなんと牧師さんなんですよ。いやちょっと本当にもう本当にね情けない。同じようなことをまたやっております。山内聖子さん、今日も暴力的な排除で150人もの人たちが3時間近く拘束された。トイレにも行かさず、後にトイレに行った人の数だけ臨時拘束をするなど尻滅裂な仕打ち。はい、またねトイレ行かせろーっつって、またね困った時のトイレ頼み。もうね機動隊に囲まれて隔離されると、いつもトイレトイレトイレ、もう本当にこの人たち信念理念プライドっていうのはないのかと。困った時のトイレ頼み、本当に機動隊の方々も大変だなっていうふうに、ね、私思いますよ。はい、でも必ずね都合が悪くなるとトイレって生理現象をね、あなた方邪魔するのかってから文句ダラ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 言います。それってちょっと面白い事件が起きました、はい、トン、はい、これ実は奇跡の1週間、本人たち大迷惑な1週間の間に、なんと辺野古の反基地運動でセクハラ事件が起きたんですよね、はい、これ実はこの機動隊に隔離されて
このようにバスと歩道の間に集められているんですけど、そこで事件が起きたんですよね。これ、はい、泉さんという方、これ参加してた人、すごく書きづらいんだけど、機動隊とおしくらまんじゅうしてもみくちゃにされた時に、反対運動してる側、手を見た感じおっちゃんから胸を露骨に揉まれてすごく屈辱だったんですが、顔面殴ろうと思ってもぐじゃぐじゃの状態だったから顔を見るために動くスペースもなかった、マジふざけんなと。反対運動の人たちの中にエッチーな人たちがいるようですね。人がいるんですか？触ったんじゃない、露骨に揉まれたって。美咲ちゃんどうします、されたら。これ本当ですか？本当です。やばくないですか？いや、やばいんです、本当に。で、本当のことだったということで、この、はい、辺野古ゲート500人行動実行委員会よりお知らせ、辺野古ゲート前でね起きたセクシャルハラスメント事案ということで、この公式な自分たちのツイッターで言ってます。こうしてなんと、はい、事実経過及び声明ということで、ちゃんと正式に出してます。この人たちが正式にセクハラがあったということを認めちゃってるんですよね。つまり平和平和と集まってるんですけど、まあ、中にはこのように女性の胸をどさくさに紛れて揉むような、もうおかしなやつがいるということでございます。本当にいやらしい。しかしやっぱり左の人ってのはちょっとおかしいんですよね。まあ、これツイッターでも有名なめぐみ先生の偽物、このようなツイートをしています。いや、これも言葉で読むのはもうちょっと恥ずかしいので、もう読むだけにしてください。ね、左の人がみんなこうとは思いませんけど、やっぱりおかしい人はおかしいなというふうに私は思っております。はい、そして次、辺野古抗議男性の男を逮捕、ダンプ通行妨げた疑いということで、置きっぱよ認定貼ってあります。置きっぱよ認定、伊波義康容疑者76歳現行犯逮捕ということでございまして、この方でございます。この方、そう、カデナの、ね、ゲート5で源ちゃんに暴言吐くじいさんなんですけど、あんたは逮捕されてるだろうって言ったら知らん顔してましたけど、やっぱりこの方逮捕されてたんですね。はい、逮捕されるような人たちをこうしてテレビに堂々と出すっていうのは本当にどうかなと思います。続きまして、オキパヨ認定、はい、抗議活動の78歳、いやー、これもね、23日、この乗っていた乗用車を警察官に接触させたということで、すごいですね、やることが。いやー、キャンプシュワブの、ね、方で警察官に車ぶつけてるんですよ。78歳、何をしてるんですかね、本当に。孫と遊んどきゃいいのに。そしてこれも、辺野古反対派2人逮捕、公務執行妨害を、はい、これ1人はね、口に含んでた水を吹きかけたらしいんですけどね。いや、本当にもう気持ち悪い。捕まったのが宜野湾の赤嶺和信容疑者64歳、それから東京都からお越しの、これは、函館の何山ですかね、ちょっと読めない、はい、片山慎太郎容疑者34歳。いや、これどんな人たちかなと思いましたが、こんな人たちでございます。容疑者でございます。野田系のゲートによくいる方ですね。でもう一人はなんと社民党から選挙に出てた立山だ、立山、立山さん捕まったんですよ。社民党っていうのは犯罪者やってるんですかね、ちょっと怖いですよ。はい、そういった中でね、これもしかしおかしい。このね、抗議男性2人、これタイムズさんからなんですけど、すぐ那覇地検釈放してる。でこれね、やっぱりさっきの名前が載ってるのは八重山日報、ちゃんと氏名載ってます。ところが沖縄の西になると、ね、男性としか書かない、ね、おかしいでしょ、美咲ちゃん。不思議です、本当に、ね、これこそ、ね、反対に対する忖度じゃないかなというふうに私思っております。そしてこれも移設反対の3人逮捕ということで、これ26日、つい最近でございます。おきっぱよ認定、はいはい、氏名不詳の男、名前言わない、多分過激派だと思います。それが名護市の無職、玉木健二容疑者70歳無職、宜野湾市の無職、奥平
高容疑者、奥平高容疑者80歳、すごいですね。挙句の果て、この奥平容疑者は同日午前9時半ごろ、警備中の機動隊員の右手人差し指に噛みつき怪我をさせた傷害の疑いということで、犬じゃあるまいし噛みつく、いや本当に置きっぱようですよ。そしてこの方も、はい、ニコニコして参加しております。元の名護市稲峰市長、後ろに映ってるのは最近有罪判決を受けた稲葉容疑者。もうほらね、市長をしてた人が犯罪者ともこうして一緒になってやってるんですけど、置きっぱよ認定、名護非暴力の抵抗を続ける稲峰前市長座り込みに参加ということでございまして、市長の座をね、あの滑り落ちた後は基地の外、基地外でとうとう活動家デビューということでございまして、私はこの活動家デビューでね、こうしてよく取り上げられているのは、もしかすると11月の沖縄県知事選挙に向けての一つのアピールではないかというふうに踏んでおります。認定おきっぱよ、はい、おきっぱよでございますよ。はい、そしてこれ、おきっぱよといえばやっぱりシンボル、これですよね。おきっぱよはやっぱりこれですよ、美咲ちゃん、クバガサ、クバガサ、しかもクバガサ本当こんなもんじゃないんですよ、これなんですよ本当のクバガサ。めっちゃ可愛い。クバガサは本当こういうふうに平和に使うもんでございます。しかしあんなもんには使ってほしくないですよね。そして何個、なんとワンコが、5歳のポンも座り込みしていますって。これ座り込んでないですよ、寝てるんです、伏せしてるんです、伏せ、お座りじゃありません、伏せです。なんかね、もうでもこのワンコかわいそうね、本当にもうね、なんかシューンとしてますよね。してますよね。いや、こんなこと平気でやる人たち何なんでしょうかね。そしてこれ、このね、いわゆる迷惑行為の、約1週間こんなことが毎日行われておりました。はい、ここだけではなく、なんと元部長のね、採石場の近くでも起きてましたので、その動画まず皆さんにご覧いただきたいと思います。本日最初の動画でございます。ではどうぞ。そのうち、たたき飲みしてやるからな。そのうち、たたき飲みしてやるからな。そのうち、たたき飲みしてやるからな。なんだって、もう一回言ってみろ。おい。何、たたき飲みしてやる、こんなことしたら。それが平和か。ただじゃ許さんぞって言ってんだ。非暴力か。もう一回言って、たたき飲みしてやる。帰れもよ。よく言ったな。帰れ。いや、もう本当にね、この
皆さん業者にとって死活問題なんですよ。あの連中はねレジャー気分で来てるんです。実はこのね、週末彼ら月曜日から土曜日までって言ってるんですけど、もうすでに金曜日の時点で本土から来た連中どんどん帰ってたんです自分の地元にね。つまりここで騒ぐだけ騒いで週末は自分のところに戻るんですよ。これって私おかしいと思いますよ、正直言ってね。自分たちはね戻るところがある、平穏でね静かな故郷に戻ればいい。しかしねこうしてわざわざ沖縄まで入り組んでこの地域を散々にね踏み荒らして道を渋滞させて、初日は5時間もね車を足止めにした。多くの人たちに迷惑をかけながらね車を止めたぞって大喜びをする、で笑い合う、これって正気ですか、正直言って、ね、あなた方のためにやってるって言うんだったらね、もっともっと地元の人たちが喜ぶことをやったらどうですか。地元の人たちに迷惑をかけることばっかりやってね、自分たちがねやったぞって言って、これ犬がね電柱にしょんべんかけると何も変わらないです、ね、じゃなきゃまさにマスターベーションですよ。そんなことをやってるから地元の人たちとの距離がどん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 やっぱり広がっていくんだというふうに私は思っています。そして人たちよく非暴力という言葉を使いますけど、全くもって非暴力じゃありません。実は先週こんな事件が起きました。トン三輪敦の沖縄滞在日記発売中、大拡散希望って言ってますね。大拡散希望らしいですよ皆さん。辺野古ゲート前でキャス配信も iPhone からキャス配信中。わざわざねこの沖縄に住み着いてですね、こんな動画を流して生活の糧を得てるキャス小僧を得るんです。最近なんか口座に1400円しか残ってないってぼやいてましたけど、またお金が増えたのか、平日からね辺野古のゲート前に来てこうしてやってる。奥にいるのはケスケス太郎さんですね。で何が起きたかというと、このケスケス太郎さん、この仁王敦氏、そこともう一人が横山啓輝といういわゆる、極左の活動家たちが、なんとここのど真ん中に映っているのは、当放送局のキャスターの栗明君なんですよね。で栗明さんがその実態を、取材しに一人で行ったら取り囲まれて暴力を振るわれたんです。そう、そしてねこの大げさ太郎に至ってはおまわりさん暴力振るってます、来てくださいって、普段は散々にね警察をけなしてる人間が何かあったらおまわりさんですよ、美咲ちゃん情けない、ね、そしてこの栗明君が最初に頭突きをして暴力を振るったと3名で言って、栗明が加害者だ、彼が彼に手出したんだって言って大喜びをしたと。しかし彼らが撮っていた動画っていうのがねもう紛れもない証拠になっちゃった、まさに自爆なんですよ。その動画の中にはこのね極左の暴力集団が先にこの栗明君に手を出すところがしっかりと映っていました。それがね分かった途端彼らこの動画をどんどん非公開にしているんですよね。しかし時はすでに遅し、一度放流するとなかなか回収はもう不可能なんですけど、横川啓輝に至っては裁判になって受けて立つとかでかい口叩いてましたけど、さあどうなるんでしょうかね。下手すると、暴行罪で捕まっちゃうんじゃないかと私は思ってますけど、詳しいことについては栗明君が改めてまた皆さんの方に詳細を報告すると思いますので、私の方ではこのぐらいでとどめておきます。ということで非常に皆さんも今日は激おこぷんぷん、もうね栗明君の件にしろこの辺野古の500人の件にしろもう皆さん怒ってると思いますので、少しね笑えるような動画を皆さんにお見せしたいと思います。実はこの動画、私の秘書の動画でございますけど、タイトル、騙したな、ではご覧ください。どうぞ。
い、ということで皆さんも最後に毛深い秘書の動画でございました、はい、まあ最近美咲ちゃんの猫がね結構名前売ってるんですけど、はい、私の毛深い秘書も結構笑わせてくれますよ、はい、ビーフジャーキーですぐ騙される可愛い子たちですけど、いいす、ね、どうぞ皆さんこれからも可愛がってやってほしいと思います、はい、ということで、まあっという間の50分来てしまいました。もうスタッフからこれこれこれされておりますので今日はこのあたりで、はい、終了させていただきます。また夜9時からは、ツイキャスのボギーチャンネルでまたお会いできると思います。では皆さんまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。